どうも。スリルの少年です。はい、今回はなんと私の一人動画。はいはいはい、ついに一人動画デビューしちゃいました。で、今日の企画の方が知り合いの方からいただいたものなんですけど、韓国のなんだろう、これラーメンなのかな、これがなんかすごく辛いらしくて、今からちょっと食べていきたいなと思います。あ、でも辛さの基準が10から8が、これ10から8なのかな、それのこれ。4らしいですね。怖いんですけど、ちょっと食べていきたいと思います。それでは、私が来た。はい、そんなわけでお湯入れてきました。動画の最初にラーメンって言ってたけど、春雨でした。まあ、読めないからね、なんかちょっとなおさら怖いんだよね。いただきます。あー、なんか匂いはどうだろう、これ目がしびる。食べていきたいと思います。そういうの忘れちゃったけど、猫舌なんですよね。そう、熱いのもダメだから。辛くはないです。あー、辛くない。じゃあこれ動画もボツじゃないって思いの方、ご安心ください。これもちょっと知り合いからいただいた、このわかんない。これを春雨にかけていきたいと思います。ね、ちゃんと偉くない、辛くなかった時のことを考えて、こういうのね。これぐらいでいいんですね。これぐらいで入れて、はい、再度いただきます。うん、匂いは変わんないけど、ではいただきます。ソースのおかげで辛くなっちゃった。食べましょう。食べれっかな。辛い。これか。ちょうね、これ辛さの基準なん。友達が1万人目指してるので、僕はそれを叶えたいっていう思いがだいぶ強いので。ちょっと待って、なんで第三者目線なの。
ここはね待ってらんないので、もう叶えたい一心で僕が今、ちょっと頑張りたいと思います。それと追加で言うことがあったらあれなんですけど、今とても胃が痛いです。僕胃が結構弱いんですけど、なのにこれをチャレンジするっていうこの精神、いやこれ頑張ってる、本当に頑張ってると思う。頑張ってるから本当友達のためも含めてこれチャンネル登録をお願いしたい、お願いしたいです。なぜだろうか、僕らではなく友達いましょう。あー辛い、あー辛い辛い辛いよ。これじゃちょっと物足りない感じしますよね。から僕はこれをもうちょっとさらにかけたいと思います。これをもうちょっとさらに、どうしよう、いただきたいと思います。とりあえず麺は完食いたしました。いやー辛い、いやー辛いな。いやでも一人でやったからにはちょっといいリアクション取れたんじゃないでしょうか、いいリアクション取れたんじゃないでしょうか。いやーでもお麺取れたから結構リアクション取れると思うから、ちょっとね本当に辛いっていうのが伝わったと思うはずなのですが、どうでしょう。はい、それでは食べ終わったってことでテーブル汚くなっちゃった。そんなわけで、食べ終わったのでこの動画はこれでお開きにしたいと思います。次回よし一人動画撮るときにちょっと部屋の紹介とかも結構したいなって個人的には思ってるので、ちょっとそれを含めて撮れたら動画撮りたいと思うので、今日はここでおしまいにしたいと思います。でこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価。それではバイバイ。バイバイ。